行者中、日本初書記。この動画をご覧の皆の衆、お元気かな？毎度おなじみの、鳩仙人じゃよ。本日は、この後、仙人会の会議があるのじゃがの、わしは、そんな場所に出たくないというのが、本音じゃ。だいたい、会議というやつは、無駄に時間を費やすだけで、全く結論が出ないことが多かろう。仙人会の会議は、まさに、小田原少女じゃよ。ブチュ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 。おっといかん。愚痴を言っておる場合ではないわい。今日はあまり、時間がないのじゃった。それでは早速、第4章の講釈を始めるじょい。第4章、レースバトの願書は、14種類。今日は、河原バトの種類についてじゃったの。鳥類学上の分類からすると、レースバトは、九号科に属する岩バト、木バト、地バトのうちの岩バト科に入り、その一種となるのじゃ。さらに、改良されたその種の鳩たちを用途上から分類した場合は、レース用の鳩ということになり、家畜化された鳩としては、他に食用鳩や観賞鳩が区別されておる。これは、中心鳩、軍用鳩、伝書鳩のように、それぞれの時代に求められた形に改良され、利用されてきたのじゃが、現在は、鳩練習用として用いられておるため、さらに改良が加えられており、育成のレベルアップに向けて、改良の途上にあるぞ。この練習鳩の同位先祖が、岩鳩の中の河原鳩であって、河原鳩の中の岩尾鳩が主体となって、他の河原鳩との交配によって生まれてきたことは、すでに述べたの。岩尾鳩が主体となって、と述べるわけは、河原鳩の大半が、乾燥地帯で暮らしていた一方、川辺や湖の岩場などに暮らしていたとされる岩尾鳩は、おそらく水鳥的な機能の一部を持っていたと推理されるからじゃ。現在のレース鳩においても、近親交配などによって、たまに先祖返りする鳩もおっての、足の指の間に、水かきを持つ鳩が生まれることがあるのじゃ。本来の河原鳩は現在、各地域的な羽色や性質の違いによって、14の亜種に細分されておるぞ。おっとっと、いかん。仙人会の会議の時間が、迫ってきたではないか。これから話が盛り上がるという時に、時間がなくなるとは、なんたる不覚。とりあえず、各地域の河原鳩の種類を記しておくぞ。仙人会の諸事情で、鳩さんの写真を載せることはできぬが、そこは一つ勘弁してほしいのじゃ。これが河原鳩の亜種、14種類じゃ。
これでおしまいじゃ。さて、この続きは次回の講釈で語ることとするぞい。では皆の衆、さらばじゃ。次回予告。14種類もおる瓦鳩じゃが、その見た目の特徴はそれぞれ違う。暮らす場所によって人との共生を始めた者もおるのじゃ。公園などによるドバトと人に飼われるようになった鳩との分岐点はいかなるものじゃろうか。次回考察、日本鳩書記第5章、ドバトの呼び名は昭和から。絶対に見てほしいのじゃ。